踏み込んでいた佐藤、宇良がなんとかあてがいます。ちょっと引いた佐藤、あてが宇良、独特ですね、宇良のあてがい方ですね。右を差しに来ましたが攻める佐藤、押し倒し、佐藤の勝ち、宇良初めての負け越しです。佐藤勝って7勝5敗、佐藤はね、イメージ通りに相撲取れたんじゃないですか。宇良の連続の勝ち越し8場所で止まりました。角界に入って初めての負け越しです。宇良東の筆頭。